甲府駅前駅は、山梨県甲府市立花町に存在した、山梨交通電車線の電停。山梨交通電車線の起点電停であり、その名の通り、甲府駅の駅前広場に位置していた。当初の駅は、広場の南東隅に平洋軌道で和屋を持つ一面一線の、電停として設けられた。この電停は1936年に二面二線化。 さらには1939年から南側に当時、電車線を運営していた海西電気鉄道の本社が移転するなどちょっとしたターミナルと化したが、戦災のために戦後は一線のみとなっていた。いずれに西洋線路はここから大きく、南へカーブし、甲府駅,駅駅舎の目の前を通って、通称、三角地帯と呼ばれた三角形の飲食街と、県庁の敷地の間の道を通って、 現在の平和通りへ抜けていたのである。しかし、1953年に、戦災復興事業の一環により、駅前が整備されることになり、三角地帯が撤去されて駅から、まっすぐに平和通りが開通し、さらに、舞鶴公園とうやむやのうちに一体化していた、県会議事堂、県庁を公園と切り離すために、行き止まりだった舞鶴通りを、公園内をぶち抜いて北へ延伸した。 これによって、当駅は、広場の東側、元の電停があった場所から見て、北東ハス向かいにあった山梨交通本社の横へ移転し、ルートも駅の正面を通るのではなく東側の舞鶴通りを通るように変更された。この際、甲府駅前駅は、専用軌道と駅ビルを持つ駅となった。駅ビルは2階建ての小さなもので、 山梨交通電車乗り場と書かれたネオン看板と、その上に、岡島百貨店、ナショナルテレビのネオン看板が掲げられていた。乗客は、正面入り口から、コンコースの右寄りにある改札を通り、串し形2面2線のホームから乗車するようになっていた。ホームは東向きに開いており、電車はここから舞鶴通りへ曲がって入っていった。ところが、台風の被害などで、 路線自体の収支が悪化したため廃止が決定し、1962年に路線と共に廃止された。上述の通りあたり電停は1953年を境に大きく変化しているが、東電停から警察署前電停までの区間についても例外ではない。開業時からのルートは東電停を西に出て、駅前広場と、 三角地帯を抜けた後、現在の平和通りに相当する区間を経て、県会議事堂、県庁の西を通り、その敷地が切れるところで東に進路を変えるという鍵の、手形の進路で舞鶴通りに入るというもので、甲府駅の新正面、目抜き通りを走行していた。これが1953年の電帝移設以降は、電帝から東に出て、 舞鶴公園横を南に抜けてまっすぐ、舞鶴通りを抜けるように変更された。このように思い切った変更を加えたのは、山梨交通が、公園利用者や県庁職員の利用、また、国鉄とのホームを通じた、連絡運輸を期待したためであった。しかしこの新規ルートは、直線ではあったが、東電停周辺は、駅の裏手という雰囲気が否めなかった。 会社自身はかなり意欲的な意図を持っていった。ルート変更であったが、実際には新しく作られた道は、中央本線で行き止まりとあって人も車も、ほとんど通らず、しかも見細の狭い道という状態で、平用軌道ではあるがほとんど電車線専用道路の、様相を呈する裏寂しい道となっていた。なお開業時、この旧ルート上の甲府駅前電停との間に、県会議事堂前、 県庁前の二つの電停があり、ルート切り替えの際に廃止されている。また、この切り替えにより、営業距離が 0.1km 縮まっている。跡地は、翌1963年に、山港百貨店とバスターミナルが移転し、さらに1989年にスペースを埋めるように、改築を行ったため、原形は止めていない。線路が、舞鶴通りに出ていた部分も、 中央本線をまたぐ舞鶴立橋の仮説により、移行は確認できない。なお、山港百貨店は2019年9月に閉店されている。ありがとうございます。